どかさん今日みそぎって言ってたわ。え、みそぎ、みそいでんの何したんだっけ。彼女と一緒に住んでんだっけ確か。はいはいはい。ワイン、あの 週1とかでデートに行くんて。みそぎっつってんのよ。それをみそぎって呼んでるらしい。なんでだよ面白い。みそぎとかちょっといやいやみたいな感じ出しといてめちゃくちゃ楽しんでるんだろうな。いやでもね、2人話した時にね、いや彼女料理うまいよなみそいでた。みそいぞ言ってた。のろけてるよたまに。あの人ちゃんと彼女好きだよ。なんか、プロポーズの話とかしたわな。何それ。配信中にプロポーズはしないのみたいな話して。うん。で、でもプロポーズってした方がいいんじゃないみたいな。人によるとは思うけどみたいな話したら、はいはい、プロポーズするか、どうしようなみたいなこと言ってた。でもなんか彼女が喜ぶならしようかなみたいな雰囲気だったよ。いいね。配信で喜ぶならプロポーズしちゃうんだ。いやちゃんと好きよ多分。大好きじゃん。ちょっと照れてたねでもやっぱ。いいな。照れるからな。ちょっと照れてた。どんぐらいなんですかね。5年とか言ってたよ。あ、長っ。めっちゃ確かあれ同棲し始めたみたいな。そう、なんか配信期間言ってたよね確か。5年とかだった気がする。えらいな、破天荒に見えてそんなことねえんだね。あ、いや意外とっすよね。あ、逆にね。うん、逆に破天荒。逆に裏でさ、みんなゲームしてるじゃん。うん、で、お徳さんがちょっとご飯行くから落ちるわみたいな、はいはいはい、いう時なんか、いやいやまだしょみたいなノリあるじゃん。あ、はいはい、したらなんか、いや今日あれ彼女と一緒にご飯食べる約束してるからいかんと怒られない。何それ。お食事一緒じゃないとね。一緒に食べたい派。今日は一緒に食べる言っちゃってるからみたいな。そんなんか食事のあれまであるんだね。言うからな。配信者とかやってなくて普通にサラリーマンとかでも帰るんだろうな定時。すみません、俺もう嫁と飯食うんです。すみません、帰ります。帰りますか。言いそうなタイプで上司に嫌われて。いや、なんでやめて、地獄に落とさないで。で、やめて実況者になる。結局ね。そうだよ、結局帰ってくる。大概にせえよ。やめろ、そのなんスラッシュつけるのやめて。テレ大概に、大概にせえよ。大概にせえよ。せよ。ツンデレみたいなやつやめて。夜のボドカね。黙れよお前。言っとこうぜこれ。いや、これはもう超えましたよ。いや、なんか大概にせよスラッシュスラッシュ、これ夜のボドカねって言ってた。びっくりドンキーみたいな。おい、うわ、大概さんだ。してねえよ、かいだ。最悪。やべやべ。兄弟並みにええだな。海田くんめっちゃ言ってたよ。いや、おいおい。誰が夜のボドカ。おい、作ったな絶対誰か。おい、大概にせえよ。大概にせえよ。